皆さまこんにちはこの動画では雑誌春目区で通信性エッセイ講座の講師を務めるエッセイストの青木尚さんと一緒に参加者から寄せられたエッセイに関する質問やお悩みに答えていきます青木先生本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします第2期の動画も今回で3回目ということで半年間続く講座も早くも半分が終わりましたがどんな印象をお持ちでしょうか 前回も思ったんですけれどあの3回目になると皆さんほんとグッと筆が乗るっていうのかしらね、はいえー、あの上手になってらっしゃる方が多いような気がします。はあ、なんていうのかなコメントには苦しんでるとか、はい、悩んでますとか大変でしたっていう。 ことを書きになる方が多いんですよね。はい。でも実際はあの拝見した、あの作品を拝見すると。はい。あ,あ、上手くなってらっしゃるなっていう方が多いような気がします。<ー>その悩んだり苦しんだり大変だったりっていう成果が出てるんじゃないかなっていう気がいたします。はいうん、うもう作品を通してそれが感じられるぐらい、ね。そうですね。はい。いすごい。 ありがとうございます。あの後半も引き続きよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。通信制成講座の参加者の質問にお答えするコーナーです。今月もたくさんの質問やお便りをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。最初は前回の作品の返却の際にお手紙でも先生が触れてくださった探点リーダーについて、 改めてお話しいただけますでしょうか、はい、あの3点リーダーって申しますのはこう,こういうこのマス原稿用紙の1マス2マスだと思いになってくださいね。でその中に点を3つずつ計2マス書くっていうことで3点リーダーこの 3つの点があるので3点リーダーっていう言い方をするんですけれど、えー、と使うのは何て申しますかあのなんかこう余韻を表現したかったり、はい、なんかちょっと躊躇してる場面なんかで使う表現の方法なんですね。なそう,そう,そう,そうなんだけど、はい、みたいな感じです。はい でそれを結構皆さんあの好んでお使いになってらっしゃるようで,、うん、でその点が皆さんいろいろなんですよこのマスの中にこう1マスに1個入れて計3マスいなさる方だったり、はい、この中にいっぱい詰めていら入れる方だったり、はい、その点が4つだったり5つだったり、はい、数えられないようになってたり。 そういうのは、えーとまあ、やめて、はい、お使いになるのでしたらば1マスに3つ計2マス入れましょう、はい、ということなんですね。はい、で、あのー、ワープロの印刷をなさってらっしゃる方そ,、ねはい、その方々はもしかしたら上手にあのこのですか点々を変換できない。 かもしれないそういう方は全然手書きでもそ<っ>そこだだけ手書きでででで入れてくくさるんんも全く構いいませんのではいはい、そうですね私はワードを使っていてもしかしたらお使いのものによって違ってしまうかもしれないんですけれども、うん、あの点ですね中黒って呼ばれる真ん中に丸ポチがある点を3回打ってから変換を押すと。 それがこの1マスに3つ点が入った3点リーダーに変換されるのでそれをまあ2回繰り返してこの3点リーダーの2つ並びっていう形を作ってるんですけれどももしかしたらお使いの機種とかによってはあの違うかもしれないのでもしかしたら点1つ打ったらもう変換できるかもしれないとかいろいろあるみたいなのであのお使いの機種で試していただければと思います。でただここ1つとても重要な点な点んですけれど、はい 各側にとっては三点リーダーで点々使って余韻を表したいっていうことは往々にしてあります。ですけどそれが読み手にどう,う伝わるか伝わるかって申しますとうーんとね実はあまりポジティブには伝わらないことがあるんです。うん、特にこの えーと三点リーダーを多用なさるとあまりにたくさんあちこっちで点々点々点っていう風になさると、はい、ん読んでるとだんだんこの人ちゃんと最後まで責任持って自分の考え言ってよっていうことになってしまったり、うんはい、そうでなければなんかね独りよがりにこうなんていうの思いにふけっちゃってる。はい で読者は置いてかれてしまってそれを冷めた目で結果見てしまう,う、はい、そうすると書き手とその読み手の思惑が違ってしまうとうこの3点リーダーってとっても危険なんですね。はい、なので、えー、と私もよく使いたくなります自分でもメール友達にメールなんかしてる時にしょっちゅうやったりします。はい ななんてねねみたいな、ねはい、そういうことで使うんですけれど、えー、とエッセイの作品の中では使いたいと思われるんだったらまあこの2枚とか3枚原稿用紙2枚とか3枚の作品の中だったらば1箇所あるかないか、うん、なくていいんじゃないかっていうことを常に考えながらお使いになってみてください。はい、それがとっても 気になる忠告です <laughs> アドバイスです、はい、で3点リーダーに限らずあまり特殊な記号っていうのは、はい、あのそれを使う意図が読み手になかなかわ伝わらなかったりすることがあるんですよね鍵カッコ以外のさまざまなカッコ山カッコだったり二重カギだったり工夫を凝らしてもそれがどういう意図で その普段使わない格好を使ってらっしゃるのかなっていうことが伝わらないことがあるので、はい、まやっぱりエッセーだとよほど意図的に、えー、テクニックとしてお使いになるのでなければまあ基本にやっぱり文字で表現っっていいいうこととかなな思います、うん、やっぱり見慣れない読み手の立場からすると見慣れない 形の括弧だったり表現に出会うとなぜここでこれをっていう考えが余計にこう入ってきてしまって、ねえー、ちょっと筋から違う思考がどうしても入ってきますから、えー、それがあのかっていううところですよ、ねうん、そうですねそ、はい、んかだんだんにその自分が思うことを文章に表現しようっていうことから。 ちょっと頭のどこかにこれを読者はどう読むだろうってことを同時に、はい、まあ書いた後でもいいんですけど、うん、考えるようにしてみていただけるといいかなって思います。はい、また工夫の楽しさがそこで加わるということではいぜひお試しいただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。それでは2つ目の質問に移らせていただきます。はいえー、説明が 過去形になったり現在形になったりしてしまいましたこのような場合どうしたらよいですかというご質問なんですが先生いかがでしょうかこれはあの、ま、何かを書くとすると大抵過去のことなんですよね、はい、でこのご質問くださった方は過去のことでさらにその前の50年前のことを、うん 書いてらっっしゃったりすするんですだから当然、はい、物事が起きた時点も過去だ書く時点も過去ですしその出来事が起きた発端っていうのも50年前だからさらに過去なんです。はい、全てが過去形になるのは当然なんですけれども、うんはい、そこで過去形と現在形が混じるっていうのはこれはあのー、その本が読みやすい、うん いいいいんじゃないかなかうで特にその過去のことを過去形だけで書いてしまうとやはりどこか単調になるんですね、うんはい、なので程よいところで現在形をポッと入れてあげる混ぜるっていうことはそうした方がいいだけでなく、うん、おすすめというかそうする必要があるぐらい、はい。 にお考えにななっっててくださいいいいいんじゃないかと思いますはい、どうしても語尾が過去形が続いてしまうと語尾が、うん、あの重なりがちになってしまったりとか、えー、おっしゃるように単調さが出てきてしまうので読む時のリズムという面でも、うん、やっぱりこう程よいところでというかまああの 良いななとと思うところでは現在形も織り混ぜながらそう無理なくどうしてもここで現在形入れなきゃっていうことではないんですけれど、はい、ご自身で書いててご覧になって、はい、ああここずっと過去形で書いてきちゃってるなと思ってこここに一つ現在形れれ変えられるかかなとかはいそか例えばお礼状なんか書いてても「ありがとうございました」「なんとかでした」「なんとか」 でま、ましたとかでしたとか続くと、あ、この辺でです、入れたいなっていうようなことを考えることはありません。うん、あります。はい、それと同じですよね。はい。基本的にはね。なるほど。そうで、それをどういう感じで混ぜていくかっていうのが、はい、その方それぞれの個性っていうことかしらと思います。うん、なるほど。多分、このご質問者様も、あの、すでにそういう自分のリズムで過去形、現在形取り混ぜて書かれていて、で。 改めて見直された時に、あのあのこれ過去のことなのに現在形混ざっちゃってていいのかな、うん、っていうお気持ちになられたのかもしれないですね。そうでしうね。きっとね。うん、そうかもしれませんね。はい、なのでご心配なく。ご心配なくというお答えをいただきましたので、<laughs> はい、はい、ぜひ続けていただければと思います。続いて本日最後の質問です。コロナ禍でどうしても不安な日々ですが、何かこの本を読んでみたらと思われる本をご紹介していただけたら嬉しいです。 ということをいただきました。いかがでしょうか。これこのご質問ずいぶん私迷ったんです。それぞれねあの本にはお好みがありますから、はい、どうかと思ったんですけれどもあの一冊この本山本健吉さんの言葉の最時記これいかがでしょうか。はい、あのこれその季節ごと春夏秋冬になか分かれてましてでそれぞれの、はい その季節ごとにその言葉がいくつもピックアップされていて一つずつ説明がされている、はい、で中にあの短歌や俳句も織り込まれているという形のものなんですね。はい、で一つ一つの項目が、ま、決して長くないちょっと、うん、あの空いた時間にもしくは心を落ち着かせたいなってなんかそわそわしちゃって落ち着かない。 っいうような時なんかに、はい、あのご覧になってみるとそれぞれその一言一言心の中に落ちてくるなってすっと入ってくるなっていうような、はい、あの素晴らしい歳月ですもう定番中の定番って申し上げてもいいんじゃないかと思います、はい、でこれあの私ねあの読んだことがあるんですけれども。 あの上皇様それと上皇后様お二人があの朝お互いに朗読をなさることが終ありなんですってねお声に出してあのお忙しいでしょうにその朝のひとときで朗読をなさるとでそれにあのお選びになってご覧になってらっしゃるっていう本でもあります。 お互いにこう読み聞かせるというか、えー、そ朗読し合うという、はい、はそういった習慣の中でこの本が取り上げられて、ね、それにはきっとやはりその適度に短いっていうことも、うんはいね、とても大切なことなんじゃないかと思います。はい、でそれぞれぞのの折々つまり季季節節ごとに今の季節、はい 初夏夏かから夏へ向っってっていうそれだったらその季節に合わせてあこんな言葉もあるあんな言葉もある、はい、新緑だったり「うの花くたし」だったりっていうもしくは「雨」の言葉が集めてあったりとか、はいね、そういうものをあの折々の言葉をご覧になってみるととてもあの心が落ち着きますし。はい 楽しいんじゃないかなと私はこの歳時期って、うんはい、これによらず歳、はい、時期を読むっていうのは好きなことですそうなんですね、うんはあ、エッセイを書かれている皆さんにとってもその新しい言葉だったりあこの季節にはこういう言葉が使われるのかみたいな出会いだったりっていうことでも発見がありそうですよねはい。であの一度読んでも私なんてもうすぐ忘れちゃうんですね <laughs> なので、はい、まああの 繰り返し、はい、必ず規則なんていうの規則にして読んでるってわけではないですけど、うん、それこそ本当なんか仕事し,よしなきゃいけないのにどうも気持ちが落ち着かないというような時の助走でちょっっと手に取ってみる、はいはい、なるなほどそのちょっと手に取ってみるのが次の項目次の項目って先言っちゃったりもするんですけどね。はい、ですけれど、うん 身近なところには手元に私は置いている本ですね。ありがとうございます。はい、いかがでしょうか。えっ、ー、と言葉の再時期山本健吉さんの作品で、はいではい、えー、これは角川ソフィア文庫の、はい、えっと文庫版を今日お持ちしていただいて、はい、手軽ですのでね。そうですね。はい、はい、枕元に置きやすいサイズで、あの本棚にまだお持ちでないなっていうふうに思われる方はぜひ一度手に取ってみていただければと思います。 青木先生が今月特に印象に残った作品を紹介するコーナーです青木先生ご紹介よろしくお願いいたします今月は長野県の熊谷千恵子さんの父のおきみやげを選ばせていただきました朗読してご紹介いたします父のおきみやげ熊谷千恵子子供の頃から私には人が物を食べている光景を目にすると なぜかしらとてもかわいそうに思えて悲しくなるという癖がある。特に年配の人に対してその傾向が強く、楽しそうにお花見弁当を広げていたり、食堂でオムライスを前にしたお年寄りを見ただけで、ご本人は別に不幸そうでもないのに、わけもなくか哀れんで、勝手に気持ちが塞いでしまう。父とは晩年いろいろあったが、 食べているところは憎めなかった。父は空心法で、食べ方も上品とはほど遠く、むしゃむしゃと夢中で食べる。お酒を飲んでも飲まなくても、調子に乗って熱くなるところがあり、そんな時は突然びっくりするような大声で笑ったりして、幼い私をハラハラさせたものだ。思春期には、 自分の父親をどんな人間だと解釈すればいいのか分からずに悩むようになった。父には物語に登場する父親像のような尊敬すべきところは見当たらない。信念を語ったり、人としての正しい行いを説くこともなければ、母を大切にしている様子もない。ドラマのような不幸もないけれど、 ただ本能のままに生きているようにも見えて、つかみどころがなさすぎた。父の人生が終わりに近づいた頃のことである。夜遅く、私は父の部屋で、スーパーのお惣菜を何パックも見つけてびっくりした。食事は家族と一緒にしているのに、なんでこんなものを買い込んでいるのだ。お父さん、全部今日までじゃない。 なんでこんなに買ったの食べきれないのにもったいないじゃない。どうするんだ私は悲しいやら情けないやらで逆上し、頭を噴火させながら攻め立てた。うんうん、食べる、食べるんな。食べるから、ちえちゃんは食べんか食べるわけないじゃん。私の剣幕に父はうろたえて、立ったまま手づかみで口に詰め込み始めた。 一体どうしてしまったんだこれではまるでボケ老人ではないか。情けなさで私は泣きながら怒り続けた。怒りながら頭のどこか片隅で、そうか、こういうことだったんだなと思い当たるような気がしていた。どうして昔から人が食べているのを見るとかわいそうに思えたのか。今見ているものが、 その答えではないのか。例えば、目の前のご馳走を取り上げられたら、その瞬間は、老人でも幼子と同じ表情を浮かべるのではないかと思ったりする。そんな表情は間が抜けているが、だからこそ、愛おしい、かわいそうなものではないだろうか。食べている人の姿は、人間というものが存在している、ただそれだけで、 かわいそうな悲しいものだと教えている。その姿を見せていったこと、何も立派なことは教えてくれなかった父が残していった、私へのお気にあげなのかもしれない。と、こういう作品です。ありがとうございます。あのとても厳しいことをおっしゃっていますけれど、うんはい、確かにあの人の根源的な姿を、 ぎゅっと押さえて、はい、この紙面の中に表現してらっしゃるなって、はい、い見事だなと私思いました。はい、あと一つあのこれ 私添削をしている時皆様の作品を拝見している時には、はい、別に声に出してないので気が付かなかったんですけど、はい、とてもあの読む読みやすい音読しやすい文章ですねさらさらと流れるようにあの読める、はい、まあ私ともしかしたら波長が合うっていうこの朗読って、はいね、どうしてもその人の呼吸みたいなものがありますから、はい、私 と合うということなのかもしれないんですけど、うん、とてもあの声に出したときに読みやすい文章でもありますね。青木先生と波長が合うって嬉しいと思います <laughs> いそ。それはいいことかどうかわかんないですけどね。<laughs> はい、でも本当に染み入るように<の>こうその世界に引き込まれてしまいました私も。うーん、で特にやっぱりあのだんだん年を取っていく親の姿をご覧になって ことのある方はどこかでああそうだったなって思いになるんじゃないかなと思いますよねやっぱりあの普段はなるべくあのはために見て見られてあのあまりなんていうんですか見苦しくない食べ方をしようとかそういうことを考えているわけですけど一応取り繕ったりねなんですけどそれでもまあ。 折々に食事をとる姿っていうのはやっぱりその人の巣って申しますか本性が現れてしまうところがありますしあのだんだん年を取るとやっぱりそのひしひしと食事を栄養を取るって摂取するっていう姿にだんだんなっていくのはこれみんな。 みんな全員が通る道なのかなと。はいう感じがしますね。で、それを見事に捉えていらっしゃるなと。辛いですけど、真実はここに書かれているなっていう気がしますね。はい、本当にいい作品だと思います。はい、はい。ありがとうございます。本当に熊谷さんの,あの 感受性<え>あの他の人がなかなか気づけないところに少し違和感を覚えてそこの違和感の正体って何だろうっていうことを言葉にしようと向き合う姿勢う、ね、いろんなことに学ばせていただけた素敵な作品だなというふうに、うん、はい、はい、思いました。こ、はいはい、こちらこそありがとうございます 雑誌「ハルめく」の公式ホームページ「ハルめくウェブでは通信制エッセイ講座の参加者が書いたエッセイから青木先生が選んだ作品を毎月掲載しています。今月はこちらの3作品です。ぜひご覧ください。それでは本日はこれで終了になります。皆様どうかお元気でお過ごしください。 ありがとうございました。したお暑くなってますので、皆様お気をつけてお過ごしください。ごめんください。